はい、どうもこんにちは、高島です。今回はですね、日本最大のインテリアの展示会に潜入してきたので、そちらの方をご覧になってみてください。はい、それでは行ってみましょう。はい、今回はですね、日本で一番大きなインテリアの展示会っていうものがあるんですね。そちらが IFFT っていうね、今年で言うと2021っていうものになるんですが、これそんなに知られてない、ピンとこないなっていう方多いかなと思うんですが、対象となる方がバイヤーとかコーディネーターさんとかね、仕事でこれの展示会、最新のインテリアの情報、商品なんかを集めに来るというようなイベントになっているため、業界向けっていう感じではあるんですよね。ですので一般のお客さんがね、見れないメーカーやブランドのこだわりの部分が見れるっていうところが今回の見どころかなっていうふうに思います。商品を魅力的に紹介するっていうメーカーもあればですね、このメーカー今年はこういう方針でいくよとか、ここまでこだわっているよっていうようなね、そういったプライドみたいな部分も見れるんじゃないかなと思います。全部で256ブランドが出展している、結構ね大きいです。こんな感じですごいブースの数があります。まだ世の中には出ていない商品がね、先駆けて見えると思いますので、今後こういう商品が出るのかとかですね、各社のこだわりはこんな感じなのかっていうような視点で、見てもらえると楽しめるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ早速行ってまいりましょう。はい、これって毎年これから売り出す新作とかが展示してバイヤーさんを迎えてるわけですかね。そうですね。どんな感じかちょっと見てみますか。うわー、広、めちゃめちゃ広いっすよ。なんか小物とかも扱ってる雑貨関係ですかね。あのリンロゼじゃないですか、あのね。そうですね。わあ、ちょっとチェックですね。じゃ行ってみますか。はい。スターボールですかね。あ、本当だ。いや、まずいきなりここですよ。はい。スミキヤさんってデザイナーさんが。あ、この人。はい。日本で一番売れてるんじゃないですか、ね。へえ。すごいね。この辺の、そうですね。テーブルとか椅子？作られてる。すごいっすね。こういう、いいですね。見せてるこう金属のパーツ。マスターウォールっていうのはウォールナット中心ってことです。いいんです。めっちゃ今人気ですもんね。住宅とかで。よく聞きますよね。高級感すごいな。あ、この辺もそうなんだ。ちょっとロータイプですね。確かに。これめちゃくちゃかっこいいですね。これあの側だけちょっと2枚継ぎしてまして、はい、あ、縦に ここ1枚なんですけど、あ、小口だけちょっと厚く見せるんですね。ちょっと足のバランスが結構足がドンとしたデザインなんで、厚いです。高級感があります。確かに確かに。あ、だからここに継ぎが、こっちから見ると継ぎが入ってる、一見なんか分かんないぐらいだけど、なんかこれ普通の無垢ですか。そうです。あえて白玉入れたものを継いでるんですか。はい、結構ついてます。細いピッチ、はい、あ、なるほど。このソファーとかと一緒の、あ、シリーズが一緒なんですね。あ、まだとこうちょっとコントラストすごいロータイプに見えますけど、300くらいですか。バッチリです。そうなんだ、さすが。全体的な家具が低くなるメリットって、はい、空間がちょっと広く見えますよね。あ、確かに確かに。リラックスできる感じですね。あの、もし間違ってたら申し訳ないので、はい、YouTube、あ、はい、あのいつも拝見。あ、本当ですか。ありがとうございます。いや、すごいびっくりする。二度見しちゃいました。本当ですか。ありがとうございます。いや、紹介してください。あ、はい、あ、多分この回で一番最初に紹介するんじゃないですか。え、ほんまですか。はい、多分。え、嬉しい。よかったら、モンスターの YouTube の、あ、よかったら出してください。そうですね。はい、じゃあなんかこの概要欄的な感じで。いいですか。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと奥も見させてもらいます。ぜひぜひ。はい、あのソファーのあたりとか
すごそうですね。すごい概要欄に載せていただきます。代表さん、あ、社長さん、あ、社長さん、こんにちは。よろしくお願いします。マスターとか15、6年のブランドになるんですけど、リビングシーンを特化していきたいなということでですね、新しいラインなんですね。ベイリシマ、おー、どういうコンセプトになるんですか？ベニシマ自体がイタリア語で華やかさっていう意味で、確かに華やかな感じで、あと今まではあまり使ってこなかった素材を、例えばベルベットの生地だったり、石だったり、鉄だったり、樹脂だったり、ガラスだったり、それをトータルでコーディネートして、より華やかで。なるほど、効果。はい。そうですね、もう今年からホヤホヤ。あ、そうなんですね。こちらもまだファーストプロダクト。あ、へえ、かなりハイクラスですね。ハイクラスですね。どうですか？このままちょっと言おうかな。いきなりレベル高いもん。また、ここ通りますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。続いてはリーンロゼさんですね、はい、今マスターウォールのところ行って15%使っちゃいました、ね、電池残量やばい、ね、いろいろ楽しすぎて楽しかったです。はい、すごいですね。こちらはまた、違う、リーンロゼってどういうブランドなんですかね。ソファーのイメージありますね。そうですね、こう 丸い感じとか、あとあれが一番このイメージですよね。違う、ちょっと可愛らしい感じのソファーしつつ、ちょっと丸みがあるソファーとか、フランスのブランドさん、ああ、そうなんですね。今回はどんな感じですか？あの新製品が一応こちらのプッカという商品と、あとこのトーゴが日本で、はい、ライセンス製造を始めてちょうど40周年でございまして、これがもうすごい有名ですもんね。はい、デザイナーチョントスさんのデザインの生地を今回採用。なるほど、特別仕様ってことですね。そうですね、はい、限定で今年限り。あ、そうなんですね、はい、ちょっと座ってみても大丈夫ですか？やっぱり座りやすさは抜群です。なんかいわゆるソファーって壁付けの印象が強いものが多いですけど、リーンロゼさんのソファーって一点だけですごいこう映えるというか、どうですか？かわいい。やっぱこういう有機的なフォルムって空間が柔らかくなりますよね。あ、あのデスク見てください。あ、本当だ。あ、化粧板なんですね。化粧板。ラミン化粧板。あ、引き出しが2段ありますね。15.9 ですね。パイプの太さが、あのバーの位置は結構奥ですね。あ、本当だ。この辺の溶接はちょっとこう、はい、あのわざと多分こう長くして、こういう大理石なのかな？これ大理石ですよね。そうですね。シンプルでいいですよね。そうですね。じゃあリーンロゼはこんな感じ。リーンロゼ。かっこいいですね。高野木工。高野木工さんは九州、福岡、大川。大川家具。大川とか。はい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 、有名ですもんね、はい、かっこいいというか、なんかシンプルでいいですね、うん、やっぱ有名なんですか、はい、そうですね。大川家具っていう、はい、あのあたりっていうのはデザイン的になんか特徴あったりするんですか？以前は結構タンスとか、そういうのが有名とか言ったんですけど、はいはいはい、技術的に高くていろんなデザインはできるって感じですか？そうですね、今回は工場が本当にたくさんあるんですよ。あ、なのでいろんなところでこう協力し合いながら一つのものを作ったり。じゃあいろんな専門家が集まる感じなんですかね。そうですね。あ、こっち旭川ですね。旭川家具。旭川は、はい、やっぱり地場でその木を、木が木材がいっぱい集まる、できるので木工の技術とかはすごく。なるほど、特徴あって面白いですね。なんかこういう細かい部分がやっぱりちょっと職人的な感じはあるんですかね。結構丁寧にというか、そういうこういいものを作るぞみたいな、雰囲気というか風潮みたいなのがちょっとあるんですね。少しあるような印象がありますね。なるほど。そして起立木工さんは、起立木工、はい、静岡の会社なんですね。あ、静岡も有名ですね。静岡も有名ですね。ボールナットと、あと奥は独特なデザインですね。レッドオークっていうのがあるんですか、ね、じゃあちょっと珍しい素材なのかな。あ、はい、独特ですね。そうですね。あ、肘の置き場がち
ちょうどって感じです、ハーフレストですかね、はい、このパッと見だとちょっと独特ですね、はい、かける掃除とか、あーなるほど、これでルンバどうしたいですか、ね、静岡家具っていうのはどういった特性が、僕の家康が全国から宮崎を持ってっていうのが家具の、へえ、徳川家康。徳川家康。こういう話ってなかなか聞けないですね。面白いですね。多分産地ごとそういう歴史のルーツみたいなのはね、ああ、ちょっと違いますね。面白い。あ、このデスクなんですか。すごいなんか面白い。ここにほら窓がありますよ。ちょっと折りたたみ仕切りで畳になってます。これなんか、はい、ちょっと白っぽい塗装入れてるんですか。これが塗装入れてるオークとかそんな感じですか。うんうん、あ、この方がデザイナー。ですね。渡辺健さん、なるほど、私なんかは結構積極的に若いデザイナーさんとかにチャンスあったり、そうなんですね、IFPA って何ですか、あ、旭川のそうやってコンペに優勝した者たちなんじゃないですか、これが選ばれた者たちです、これが、わ、これかっこいいというかすごい独特なデザインというか、3本足で、こんな感じになってるんだ、コンペのために作った、うんうん、そうですね、まあ、コンセプトカーとかそういうのに近いかもしれないですね、モーターショーでいうところの、うわー、なんか独特な作りしてますね、いろんな形状になっていろんな使い方ができるってことですかね、組み合わせて生まれでもいけちゃうやつですね、そうですね、面白いな、木をこうふんだんに使って、そうですね、それがやっぱ旭川家具のならではのとこですか、うん、ここ旭川ですね、このまだ全然旭川が今暑い、多分一番寒いんですけど、この照明なんでしょう、なんか関係してんのかな、タリアテーブルっていうタリアシリーズっていうのかな、あ、ゴールドのやつとかもあるんだ、これが回転する感じなんですね、あそこに白いのもありますね、あ、こういうちょっとパーテーションみたいな、これまたリノリウムです、あ、これがリノリウム、やっぱ高級感ありますね、リノリウムは、ちょっとちょっと柔らかさを感じるというか、ソフトな感じですよね、メラミンとかってカチカチカチャカチャするじゃないですか、それがないですね、吸収されて、うんうん、落ち着いた感じがします、ずっと触ってられるんですよ、さすがにでもずっとはすいません、ごめんなさい、ずっとってことはちょっと違うかもしれない、ここはセレクトファニチャー A プラスコラボレーションコーナー、カンディーハウスっていうのが北海道のブランドってことですか、一番のブランドと言っても過言ではない、まあ、でもトップの、なるほど、トルコとのコラボっていうことなのかな、今回の目玉というか、すごいですね、この壁一式がシステムですね、あ、間接照明が仕込まれてる、こういう感じか、これしっかり木材ですね、しっかり木材ですね、しっかりとした木材、高級感あるな、この壁のこの後ろバックエリア、あ、はいはいはい、あ、そういうやり方があるんですね、日本の工場で、あ、へえ、なんて、うずくりへえ、うずくりの特徴はこう銅管が、あ、ちょっと硬い部分が全部こう出っ張る感じなんですか、でも高級感というか立体感が出るというか、日本独特のやり方なんですね、あ、もともとどういう成り立ちだったりするんですか、六大産地、そのうちの一つが旭川、はい、なるほど、じゃあ技術とその木材とかの良さを持っていて、そこにデザイナーさんが絡んでいいものを作っていると、本当に話貴重ですね、なかなか聞くことはできないですね、ありがとうございます、そしてここでカリモクさんが、あ、ここですか、あ、カリモクケーススタディ、少し別ラインなんでしょうね、あ、なんか新しいのができてるんでしょうか、ニュースタンダードだっけ、ニュースタンダードとか、まあ、60、はい、いわゆる60レトロなやつですね、はい、あと通常の仮木と、そうですね、まあ、日本っぽい感じも、まあ、でもデザインは北欧っぽい感じもあるというか、作りというか質がいいって感じですね、これはペーパーコードですか、ペーパーコードですね、ここの技術がいるんですよね、これすごいですね、編んでるの、カリモクケーススタディ、こっちはソファ、
なんか座面が厚みでレースが細いというか。クワドラはデンマークの世界一って言われてるそのファブリックメーカーで、へえ、それを使ってるんだ。確かになんか独特な素材感ですね。可愛いんですよね、目がちょっと大きくて、うん、確かに確かに。僕もこれ好きで、ちょっと離れても質感感じるというか。この照明何？かわいい。僕ちょっと思ってるのが、こういう光を柔らかくする、はいはいはい、この1枚貼るっていうので、だいぶテーブルの上が雰囲気良くなるなっていうのをちょっと感じてるんですよ。この木のフレームもいいですね。あ、このフレームがあると、うん、ちゃんとした家具っていう感じで和な感じありますね。カリモクケーススタディっていうブランドでして、2019年に実は、はい、あ、そうなんですね。建築家と一緒にですね、空間のための家具のデザインをするっていったところです。へえ、まあ、マンションのリノベーションを彼らが行うにあたって、この特定の空間のためにデザインしたはずの家具なんですけども、すごく不平性があって、ちなみに彼らっていうのは誰なんでしょうか。ノームアーキテクトと芦田圭司さん。へえ、あ、じゃあそういうデザイナーさんを絡んで作っていったっていう。はい、あ、これは渋谷のブルードトルで出したやつなんです。あ、これを使われてるんですね。はい。で、はい、それを商品としてリリースしていく、はい。そうですね。はい。今スタッフの。え？あ、なんかそれがなんか店舗っぽいですね。あの考え方が。じゃあデザイナーさんがこれ作りたいって言っても、カリモクさんの基準超えなかったらもう製品化しないってことですね。もうちょっと太くしようよ。そういう話聞いてからだとまた違う目線で見れますね。でもなんか確かに店舗とかで使われてそうな気もしてきました。僕もです。え、このテーブルかっこいいですね。どうやって安定してるんですか。あ、下にベースがあるの。出てますね。なんか日本的ですね、なんか作り方が。あ、そうなんですか。すごい。それはなんで。なんかこういうあしらいとか独特なもんなんですかね。これってどうなってるんですか。すごいですね。つなげてるんですか。フィンガージョイントっていう手法なんですけど、これって技術が必要なので、どこでもできるわけじゃないですよね。だから材料がこの材料とこの材料だけになるので、はい、なるほど。削減できるけど技術がいる。強度が重要になってきそうですね。つなげるってなると。これ足の部分にこの真鍮みたいな金属がですよ、ね、ここは足をかけて削れちゃうんですよね、うんうん、どうしても木材だけだと。確かに足を置きますからね、うん、それも多分店舗の考えですね。あ、そういうことか。家は靴履いてないんで、そっか、靴履いてたらボロボロになりがちですよね。ボロボロになっちゃうところ。え、もう13時よ。お腹減ってきたな。もう多分そうですね。ちっちゃいブランドとかも雑貨とかもありそうなんで、はい、午後もう一回行きますか、はい、午後の部ですね。あ、これ何でしたっけ。ここってなんかそんなに高くないのに高級感ある家具だった気がします。海外のブランドなのかな。アーバンモダン系ですよね。ボーコンセプト的ななんか高級感ある5つ。これはセラミックですか。あ、こんにちは。ここのブランドの名前は何て読めばいいんでしょうか。モーダエンカーサ。モーダエンカーサ、どういったブランドになりますか。北欧のデンマークのブランドということですか。そうなんです。もともと創業者オーナーがデンマーク人で、うん、今は日本メインでやってます。はい、ブランドのこのコンセプトみたいなものはありますか。ちょっと特徴としてはヨーロッパの持ち味というか、うん、日本のメーカーさんがやろうと思わないものとか思いつかないというか、素材のバリエーションが多いですよね。そうなんです。なるべくいろんな素材、うん、ちょっと意外の素材に少しこだわってるんです。例えばこれテラゾっていう。あ、テラゾ。いろんな商品にテラゾを使っていて、主にコーヒーテーブル。はい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 、コンクリートを例えばコーヒーテーブルとかスチールとかなんかに使ったりして、うん、本来インテリアではなくて外用の素材を入れて、なるほど、中に入れることによってちょっと意外性とかちょっとしたこうサプライズが、まあ、例えば今回は、まあ、これ天然石なんですけど、プラバーチンっていう、はい、あ、プラバーチン、これは石なんですか。石です。柄がすごく暖かくて面白い、不思議な、なんか木目のような、なんていうか、そうですね、いやデザインも独特だし、確かに日本とはまた違った。日本って木工が多いですね。素材やっぱりすごいな、錆
クが。おお、かっこいい。仕様だけど面白い。なんか構造はまっすぐで直線的でスケート的っぽいけど、うん、素材がランダムっていう感じ。こういうのもないですよね、他で。あまりやらない。うん、これ。あ、エクステンション。わ、すごい。あわ、すごい。うん、これはセラミック。はいはいはい。いろんなメーカーさんから。あ、そうですね。出始めてる。うんうん。ガラスに圧着してすごくスリムな感じ。あ、ガラスに。ガラスにくっついてるんだ。セラミックだけだと割れちゃうんです。割れちゃうんです。ああ。キシリトールの飴の。この質感と一緒です。上と下で。わかります？挟んでますもんね。そう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 。あれと同じ原理です。はい、あ、このテーブルいいですね。このシリーズ何個かありましたけど。そうですね。うん、これも異素材が。デザインはやっぱあくまでミニマルですね。遊んでるところが素材っていうのが面白い。これね、これ3つの素材が4つか。4つ。これ何ですか？マーブル？大理石？なんか大理石。あ、じゃあそういうのがあるんだ。こちらのブランドはムートですね。デンマークですか？この照明いいですね。それ何ですか？リノリウム？これリノリウムですか？これはリノリウム。交換の目にリノリウム。うんうんうん。綺麗ですね。ミリぐらい。断面になってても。これって剥がれることはないんですか？大丈夫ですか？うん。あ、そうですか。あ、ミラーもありますね。照明もミラーも。これどうなってるんだろう。ここで独立してるのかな。あ、こういうことか。触れると光る。触れると光って、本当だ。触れてると調光もできる。うわ、本当だ。強くなった。触れてたら、あ、もう一回触れると弱くなって、一回触れると強くなる。あ、そういうことですね。へえ、いいなこれ。あ、このテーブルも。リノリウムなんだ。これいいですね。すっきりしてるけどこれだけだと強度がない。弱い。うん、12ミリから15ぐらいだと思うんですよ。へえ、補強ですね。反り止めでしょうね。へえ、そういうのがついてるんだ。これだけ大きいと反るから。あ、へえ。どのデザインもなんかちょっとポップでちょっとシンプルだけどちょっと癖があるような感じですね。色使いいいですよね。うん、照明もいっぱいあるし、本当だ、かなり分厚い素材だな。紙っぽいけど違うって感じ。あ、ここでもこの足かっこいいですね。どうやってついてんだろう。あ、こういう感じ。なるほど。肩だけ開けてはめ込んでるだけ。はめ込んでるシステム。なるほどね。考えてますね。面白い。キットっていうブランドみたいですよ。キットヒーリングミュージックが書いてます。え、なんかこれ新しい素材。え、何分かんないですね。新しい感じします。え、あ、MDF か。何ですかそれは。 MDF っていうのは、はい、粉々に砕いて圧縮させて、それで固めてる。つまり、はい、表面が削れても同じ色が出てくるんですね。あー、へえ。ここのブランドは キットって読むんですか。スチールの足3色と4色展開から組み合わせですか。組み合わせをしていただいて。だからキットってことですね。そうです、だからキットってこと。なるほど。キットいいですね。すごい。ものすごくいいと思います。うん、なんか展開いろいろありそうですね。はいはい、今後のできそうな。なんか意外な面白いものを見つけてしまいました。あ、グラフ懐かしいというか、ね、
はい、ずっと人気ですね。ですよね。僕ね、グラフのこのカトラリーをこれ全部持ってます。この展示の仕方もかっこいいな。いいっすね。ものすごい作り込んだデザインというよりは、うんうん、ちょっとこう、なんだろう、親しみやすいデザインみたいな。はいはいはい。これはクレイ粘土ってこと？焼き物ってことかな？かわいいです。あ、本当だ。ここが。いや、そうなんかサラサラした。サラサラして気持ちいい。新しい新コレクション。あ、へえ。これは今回発表は初めてですか？あ、そうですそうです。今回あの日本では初めて。あ、デンマークのコペンハーゲンで、それで初めてあの、まあ、世界的には発表されて。はい。これじゃあ、まあ販売は一般的な販売はこれからという。そうですね、これからですね。へえ。有田焼き、有田焼き、有田、ね、あ、はい、よろしく。あ、かわいい。ありがとうございます。メーカー出店者さんと商社さんってことですね。あ、わかりました。かわいいですよ。かわいい、うん、はい、かわいいです。いや、ありがとう、ありがとう、はい。笑顔が可愛いです。可愛いです。これ薄くてなんか独特な雰囲気もあっていいですけど、重まってるのにあれしか厚みがない。どれですか？どど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 れですか？うわー、綺麗ですね。すごい綺麗。これはすごい綺麗。薄いからこうなっちゃうっていう。いいですね、うん、全体的になんか独特で今までなかった感じはしますね。こっちは飛騨職人的な。とんでもないサイズ。これは何ですか？これとんでもなくないですか？オールムク塊。相当でかいムクを、まあ、多分こうふんだんに使って削ってるんですか？塊を削ってる。すごいですね。あの、自分の発想じゃないです。飛騨高山の飛騨。そうですね、日本の中でもやっぱり飛騨っていうのはもうちょっとブランドですよね。なるほど。他にもあるんじゃないですか？熊健吾の飛騨バージョン。これつまり、はい、熊さんがデザインした飛騨の家具、テーブルとかですね。へえー、そういうことですね。建築家のこの国立を作ったデザインした、はいはい、それの熊飛騨。熊飛騨ですね。うわ、通称熊飛騨ですね。はい、世界的に有名な、もう100年の歴史があるようですね。なんで有名なんでしょうか？やっぱり技術力がすごい高いですね。あ、なんか僕が聞いた話なんですけど、もともと宮大工が集まってできたらしいんですよ。で、この飛騨の土地が米が取れなくて年貢が納めらんないんで、日本中に宮大工を派遣して、その収入で恩恵を与えてて、その人たちが戻ってきて産地になったみたいな。本当に信じるか信じないかはあなた次第なんですけど、確かそんなおぼろげな記憶で。あ、でも全然可能性ありますよね。あ、またこれ幕板がないじゃないですか。どういうことですか？幕板っていうのはですね、はい、通常この強度を持たせるために、うん、ここに1本こう、あ、はいはいはい、通るんですよ。奥行きとか、はいはいはい、確かに。そうすると、うん、強度が出るんですけど、出る。これを、まあ、作らないってつけないことは、はい、一般的には強度が足らないって言われてしまうんですけど、なるほど。おそらくそれをこう多分天板のこう抜くですよね、はい、技術でカバーして、強い木材とこの技術で。なるほどね。こんな大きいのに、こんな大きいのに、これ2メーター以上あるんじゃないですか？2m40 います。 2m40 2m40 で板つけないって、はい、どのぐらいありえないかっていうと、はい、非常識ですか？非常識。あの、普通になんかデザインやってる人だったら、はい、もう普通に突っ込まれちゃう。アホ扱いですか？なんで幕板入れないのって言われちゃう。あ、ってことは飛騨はこんだけやっちゃうよっていうことですね。つまり技術力があるんですよね。それを見せてるわけですね。なるほどね。上から見た感じのこの細さ、そう、ここがめちゃくちゃ薄く見えますね。めちゃくちゃ2ミリぐらいの感じに見えます、ね、感じないですね。厚み2ミリですよ、これ。ここまでしゃがんでも2ミリまだで、ここまで来ると厚みがあったんだなっていう。だから結局こういう形状だったんですね。だからもうほんと覗き込まない限りめちゃくちゃ美しい
ていう状態ですね。見方ないとか覗き込んでも、はい、もう一回こう驚きがあるってことですね。なるほど、マニアックだな。あ、何これ100年飛騨、おかげさまで100周年、こういうのを作ってたっていう、もうほんと1920年代ぐらいのデザインですよね。え、すごくないですか。本当だ、1920年って。まさに、これも珍しいな。こっちの方が原始的に見えますけど、こっちの方が10年後ですね。こっちは35年、だから80年ぐらい前ですかね。この辺だとちょっとデコラティブ感が出てきました。これはスタッキングですね。当時のデザインですね。飛騨はこう歴史を見せてきましたね、100周年ということで。あ、仮木、本家仮木、これは何でしょう。あ、栗、くるみ、スラ、スラッシュパイン。これ同じデザインで素材違い、はい、こんだけ違うよっていう感じですね。あ、本当だ、熊本とか。これはどう見ればいいんでしょうか。ここはどういう展示になるんでしょうか。これは一体素材をすごくこだわっているっていうところなんでしょうか。どういった素材を使って作ってるっていうことでしょうか。でしょうか。こういうどういったプレゼンテーションになるんでしょうか。いろんな材料を使っているってことでしょうか。一体どういったことになるんでしょうか。ちょっとお伺いしたいんですが、はい、どうぞ。今回の仮木さんの展示のテーマはどういったものなんでしょうか。はい、今回ですね、はい、日本の国産材を使った家具作りというところにテーマ背景を置いております。今回の展示会は取り組みとしてまずできるところをやってみたというところなので、まだ商品化までは至ってないんですけれども。じゃあこれからの一歩前ということ で、はい、決意の表れというような。そうですね、今まで家具に使われてこなかった材でも取り組むというような、そんな流れなんです。広葉樹で作るのが常識だったところに、はい、この針葉樹を日本に多いわけですね。そうです、針葉樹が杉の山っていっぱいありますから、ね、そういったものをうまく利用して家具メーカーとしてのその部分をプレゼンテーションしていると、はい、いうことになるわけですね。なるほど、それを踏まえた上でちょっとじっくり見させてもらえますか。はい、ぜひ、ありがとうございました。ようやく謎が解けましたね。だから普通は使えない木材だったっていう、今までは。おそらく、はい、割れちゃいますよね、折れたり。あ、プラスで加工しているんです。まさにその通りですね。 ありがとうございます。まず針葉樹はやっぱり強度的に弱いんですね。あ、はい、こういう補強のコマであったりですとか。あ、なるほど。あとこのねじれたり折れたりするものですから。挟んでるんですか。足の真ん中の中の芯材、実はブナの木を使っている、紅葉樹の。そういうことですか。普通の、はい、中はブナ材なんです。高さん見てください、この木目やっぱブナですよ。あ、本当だ。あ、じゃあそれのハイブリッドというか。まさにそうです。炭木もブナだ。そうです。強度がある部分は硬い素材で。そうです。だから今までになかったこう見た目にはなってるんですね。意外な展開です。本当に驚きました。一般の人からすると意外と気づかない部分ですね。あ、イデアコ、僕は持ってるのあります。これとか、なんか紙コップみたいなんですよ、ほら。あ、ほんと、あ、ほんとだ。かなり薄く作ってるので、重ねてアウトドアとかに。あ、ちっちゃくて軽い。アウトドアにいいですね。アウトドアに、確かに汚れにも強そうですね。食洗機もかけていただける。食洗機も OK、はい、これいいですね。コロコロのなんか、あ、これいつもなんか雑多になっちゃうんですよ。うんうん、置きたくないっていう感じありますね。ディスプレイとしても、デザインが全部シンプルで。あ、これね、蚊取り線香ですよね。あ、そうです。これね、すごくよく見ます。高さめっちゃ詳しい。これ置くと知ってますよ僕。これ言いたいですよね。これ言いたいんですよ。これ言いたいやつなん。言いたいやつなの。これ聞きたい。ここに置いとくんですか。普通の時はここに置いとくんですか。で、ここにぐるぐる来るじゃないですか。で、もういいよっていう時あるじゃないですか。そうするとここに置くと、ここまで来て止まる。すごい。それ午前中ちょっとこれいるなって言ったら、午前中燃えそうなところに置いといて、わざわざ止めなくて。そうそうそう、勝手に止まるシステム。そういうことですよ。いや、それ言いたい。それでこれ閉めてて使えるんですよね。だから見た目もこういう、こっからふわーっと出るような雑貨も楽しいですね、やっぱり。そして
これ来ました。マイナス、マイナスですよね。マイナス、はい、マイナス。これ見てください、これ iPhone ケース。これね、一番持ってないような感覚になるやつ。これほぼ iPhone サイズなんです。だからもう薄いんです。あ、これこんな薄いで、これね、白を使ってました。これ白いい。白はね、さらっとしてて、これもう iPhone の純正みたいじゃないですか、うん、ほぼほぼほぼ純正で、 iPhone のなんか結構気になるところとしてカメラがあるんですよ。 ありますね、カメラの出っ張り、はいはい、それがもう極力ないように、カメラのなんて言うんだろう、輪っかも出ないようにしてある。置くとちょっとガタガタしてるんですよね、うん、そう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 、それがない。それもないし、この iPhone のここのダサさ、はい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 、この、ま、リングとカメラと、はい、うんうん、このなんか変なカバー、はいはい、こういうのもこうカバーしてる。なるほど。で、無駄がない。よりシンプルになるんですね。そう、日本だと海外のプロデザイナーの人が、はい、個人のプロダクトを出してる。これちょっとでも確かに気になるな。人工ラタンってやつですか、ポリプロピレン的な。これ屋外で使えるやつってことじゃないですか。デザインが斬新ですね、屋外ものにしては。あ、あそこにデスク発見。何でしょうか。これもリノリウムの可能性が出てきました。触れば分かる。です。子供用の。これもリノリウム。あ、これ立てかけてるだけだ。これ穴がこう丸く開いてて、こっからコードが来るんだ。ここの色合いとかいいっすね。うん、これは鍋ですね。陶器、あ、陶器、陶器っていうの。焼き物、鍋になるんですか。デザインがシンプル。すごく。焼いて蒸すみたいなのが割と美味しい。あ、そうなんですね。重さもあるから圧力がありそうですね。あ、知ってる。これ組み立てるんですよ。キットになってて、あれですよね、これは映像でこうやるよみたいな動画が、はい、もう YouTube にアップしてます。はい、その動画見ました。あ、ありがとうございます、はい、これは自分たちで。そう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 、組み立ててこれをやるんですよね。そうです、はい、この状態でアップさせてもらって。そう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 、はい、YouTube 見ながら欲しいので。そうなんですよ。面白い。キットがあるんですよ。めっちゃいいじゃないですか、これ。これいいですよね。こんなうまくできんのかなっていうぐらい。絶対できます、はい、絶対に。僕の妻が作ったやつ。え、結構そのコツが分かればできちゃうんですね。そうですね。でもこういうのって塗装とかもできそうですね。そうです、今塗装何もしてないんですけど、はいはい、一応その塗装用のキットも。あ、あるんですね。へぇ、キット化して楽しめるっていうのもいいですよね。二度美味しい。うん、で送料も安いと。ですよね。うん。テラゾー？テラゾーです。ハサミテラゾー？テラゾーってどういうものになるんですか。コンクリート、モルタルみたいな。人工大理石とかいうやつですよね。はい。あ、モルタルなんですね。その材料をササミで。長崎県。はいはいはい。なんかいろんなのあっていいですね。壁紙？あ、多機能環境壁紙。特徴としまして、素材自体がしっかりしているので、張り替えを想定してない壁紙なんですよ。なんかね、独特な柔らかい質感。気持ちいいです。うん、紙って感じ。耐久性があるのがいいですね。あ、MT カーサ、マスキングテープ。カーサいつも紹介してくれてるんです。これなんかね、使えるんですよ。この柄のやつとは買ったことないんですけど、この和紙の、あ、ですよね。そうそうそう、この前ちょうど、あ、これかな、これこれ。あ、ちょっといい感じのやつですね。これはね、もう毎回5個買いとかしてますよ。白と黒は。でもいろんなカラーあったんですね。こんないろんな柄あるんですね。今回新しいものってありますか。そうですね、リメイクシート。今日から発売のものなんで。どちらになりますか。価格も350円と、安いですね。リメイクシートが結構、あ、こういう箱に貼ったりだとか、あ、この使い方もいいですね。そうですね、お盆の内側とか、まあ、広いですね。27センチの、これちょっとイレギュラーですけど、だいたい90センチぐらいの。あ、すごい大きい。
リメイクシートシリーズが出たんですね。そうですね。これ全部新柄ですか。そうですね、ここは全部そうですね。リサラーソンとか結構海外のリサラーソンのやつ。あ、これはいはいはい、これはもう女性も大好きですよね。ウィリアム・モリスとかやってる、はいはいはい、壁紙で有名ですね、はい、あ、これモリスって書いてありますね。やっぱ柄ってやっぱすごいダサくなるんですよ、下手するとちょっとね、やっぱり、ね、手書きというかレトロな感じが出るとおしゃれに見えるというか、アパレルのプリントとかも一緒なんですよ。なるほど、うん、綺麗なデザインってダサいんですよ。なるほど、はい、ちょっと味があって、うん、こう手書きであって、例えばこういう線が一定じゃないような、はいはい、そういうのじゃないとなんかおしゃれに見えないっていうのがあって、今回どうでした。いや、すごい収穫ありました。どのブランドが結構印象に残ってるとかってあります。一番はマスターオール。マスターオールすごかったですね。インパクトでかかった。人も良かったです。じゃあというわけで、はい、今回は日本一のインテリアの展示会に行ってきたということで、そうですね、はい、お疲れ様でした。はい、それではまた、はい。